非常識に生きる、もう全部無視だと、常識なんか全部無視だって書いてますね。お金のために働かない、動き出す前にじっくり考えない、没頭すればバランスは必要ない、将来への蓄えは必要ではない、他人の言うことには従わない、ね、何なんでしょうね。いやでもね、こういうことなんだと思うんですよ、私もね。もちろん全部が全部無視するってことではないです、確かになと思えばそれをまあ受け入れることもいるでしょうしね。ただ常識論を言ってくる人に従う必要はないってことなんですよ。常識論の先には常識の範疇での結果しかないんですね。要するに、月収15万とか年収300万とか、これ常識的な結果ですよ。でも非常識に生きるってことはどういうことかっていうと、なかなか東大なんていけないよとかね、いやなかなかそんな会社なんて起業できないよと、いやなかなかね投資でうまくいくなんて言えね常識的じゃないよ。要するにそういうことを常識のまんま受け入れていてはほとんどの人と同じ結果になってしまうんですよね。じゃあですね、ある麻雀店の親父が40過ぎてからインターネットビジネスで1億稼ぎに行った、これ常識ですかね。非常識だと思うんですよ。もちろん非常識の全てがうまくいくわけではありません。むしろ非常識のほとんどはまあうまくいかないでしょう。でも常識的に生きていても何の活路も見出せないんだったら勝負するしかないと思うんですよ。そして勝負をする以上はやるんなら成功させるっていう強い意志が必要じゃないですか。ダメ元なんて思わないですよ。ダメ元でやるなんて私は思わないです。やる以上はね、どんな可能性が低くても自分なりの成功は絶対収めようと思いますね。じゃなければダメ元なんだったらダメになるだけですよ。私はダメ元なんて全く思わないですね。やる以上は絶対にたどり着いてやろうと思いますけどね。いってらっしゃい。